白鳥座の原子惑星状星雲エックネビュラ原子惑星状星雲は、抽出量の構成の一生のうち最後から二番目に、当たる段階で、全近巨星分子の後期から惑星上星雲にへと進化する途中の天体である。原子惑星状星雲は、赤外線を強く放射する。原子惑星状星雲は、原子惑星敬遠盤と、しばしば混同される名称であるが、 これらは全く異なる天体である。原始惑星上星雲とは、惑星上星雲の原始的な段階という意味である。惑星上星雲という名は、この種の天体を観測した過去の天文学者が天皇星や海王星のような惑星に似た姿をしているということから付けられたものである。この混同を避けるため、左イ・サンチェス・コントレイラスモリス2 0 0は、英語名称として、 プレポラナテリネビュラという名前を提唱した。この進化段階にある天体は、ポスト AGB 製とも呼ばれるが、この場合は、清臭物質を電離しないやや低質量の構成も含まれる。ヘルツシュプルングナッセル図上で、全菌巨星分子の後期に位置する構成は、構成風としてガスを放出し、水素外層の質量がおよそ 12M に、 中心核の質量がおよそ 0.60M 程度になると HR 図上で青い方へと移動する。ガス放出がさらに進んで水素外層のほとんどが失われてしまい、この領域の質量が 13M になると大規模なガス放出はもう起こらなくなる。この時構成の実行温度は5000ケルビンほどになり、全近距星分子性の後期から原子惑星状成分へと進化する。 原子惑正常成分の段階では、水素の急覚上燃焼によって外装が吹き飛ばされ、中心星の実行温度は上昇を続ける。この段階では、中心星の温度はまだ十分に高くないために、AGB 星段階でゆっくりと放出された静臭物質が電離されることはない。しかし、中心星は両極方向に、 高速の構成風を放出し始め、静襲物質はこれに押し流されるようにして広がっていく。1998年から2001年にかけて行われた高解像度観測では、原子惑星上成分の進化がその後の惑星上成分の形状決定に大きな役割を果たしていることが明らかにされた。AGB 製の外装が失われると星雲全体は 摩対象なものから軸対象な形に変化していく。両極方向に伸びたハービック波浪天体のような衝撃波面が観測されることもある。これらの形状は、形成初期の原子惑星状成分で見られる。原子惑星状成分の段階は、中心性の温度が3万ケルビンに達するまで続く。この温度に達すると非常に強い紫外線が中心性から放射され、 周囲の成分が電離され始める。反射成分であった原子惑星上成分は、この電離により、気線成分の一種である惑星上成分となる。この変化に要する時間は1万年以内と考えられている。もし、星周物質の密度が100個、立方センチメートル以上の場合は、中心性からの紫外線が遮られてしまって電離が進まず、惑星上成分にはならない。 このような天体は時にレイジープラネタリーネビュラと呼ばれることもある。2001年、ブージョラブルらは原子惑星上成分で観測される高速の恒星風がクワックラによって1978年に提唱された恒星風相互作用モデルによる放射を起源とする恒星風では十分に説明できないことを発見した。この発見を機に理論天文学者は 活動銀河核や原子星のジェット放出モデルとして使われている硬着円盤が原子惑星上成分で見られるような両極方向に伸びた形状を説明できないかと研究を始めた。そのような理論では硬着円盤は連星の相互作用によって作られる。そして磁気遠心力によって硬着する物質の重力エネルギーが高速の構成風の運動エネルギーに変換される。 このモデルがもし正しくて、磁気流大力学によって、原子惑星状成分からの質量放出のエネルギーがうまく説明できるならば、原子惑星状成分でよく見られる衝撃波領域の物理状態も推測することができるだろう。全近距星分子性の進化が進んで、可視光で見えなくなり、赤外線でしか観測できない状態になると、 全金虚勢分子の後期に移行したとみなされる。ありがとうございます。